皆さん、こんにちは、マーティン、ダーノミヤク、バキンタです。えー、サッカー、町田ゼルビア、あの、FC 東京、東京ダービーは本当に勝ちましたね、町田がね、1対2。韓国人のフォワードミッドフィラダーの合意は本当すごかったです。あの、アンダー23日本代表、パイオインビルセラー日本代表2人各中での活躍はすごいです。ゴーキーパー、谷が戻ってきましたね、はい。あとは、ドレッチや、あと、そうたもの他も、も正直ゲームスタメン起用しましたね、はい。日本代表、屈指のチームになったそうですね、はい。 あとは、まあ、黒田剛監督、ま、もしかしたら日本代表監督就任の可能性も考えられますね。将来、はい。あの、FC 東京に勝ったのは大きいですよ。すごいですね。あの、長友もいますしね。森重とか。あとは、カシーフもいたね。あの、パヨオリンピック世代である、パ、カシーフ。あとは、まあ、そこには、荒木良太は松木が不在の中ではございますが。いや、FC 東京に勝ったのは大きいですよ。はい。 いやー、すごいですね。というわけで以上です。バイバイ。